スティーブン・ハフスティーブン・ハフは、イギリス出身オーストラリア在住のピアニスト、作曲家、作家。2005年に、オーストラリアの市民権を取得しており、現在は二重国籍の状態にある。ウィラル半島のアゼノ町ヘスウォールに生まれ、ホイレークに育つ。5歳からピアノを始め、ヘザースレード・リップキンやゴードン・グリーン、デリック・ウィンガムに支持。1978年に、 BBC 新人演奏家コンクールの最終選考に残りピアノ部門の覇者となる。1982年にテレンス・ジャット賞を獲得。1983年にニューヨークノームバーグ国際ピアノコンクールで優勝した。ジュリアード音楽院により修士号を取得している。リサイタルや室内楽で活躍する傍ら、シカゴ公共楽団やロサンゼルスフィルハーモニー管弦楽団。 トロント交響楽団、フィラデルフィア還元楽団、ロンドン交響楽団、ニューヨークフィルハーモニー還元楽団、ボストン交響楽団、ベルリンフィルハーモニー還元楽団、イギリス室内還元楽団、バーミンガム市交響楽団、ロイヤル、リバプールフィルハーモニー還元楽団などと共演して、競争局の独創者も務めてきた。これまでに40点以上の CD を制作している。 サン・サンスとラフ・マニノフのピアノ競争曲全曲の音源で知られている。現在はロンドン王立音楽院のピアノ科とマンチェスター王立の王山音楽大学ピアノ研究国際委員会の客演教授を務めている。2001年にマッカーサー奨学金を授与された。19歳でローマカトリックに改修しており、著書の中で自分の信仰や 音楽活動との関わりについて述べている。また、同性愛者であることも公表している。また、祈りとしての聖書、レクチオディビナへの手引きも上司した。作曲家や編曲家としても活躍しており、スティーブン・イッサー・アリスのために作曲された、チェロ競争曲は2007年3月に、同年夏には、ウェストミンスター寺院とウェストミンスター大聖堂の聖火隊によって、 ミサ曲が初演された2021年度、バン・クライバーン国際ピアノコンクールの課題曲の移植を受けている。ありがとうございます。